回はおつまみのり天を作っていきます。はじめに海苔をキッチンバサミで一口大に切っていきます。私は海苔を16等分にしたんですけど、食べやすい大きさにカットしてもらえれば大丈夫です。海苔天食べたことある人はいるでしょうか？私はスーパーに売ってる海苔天が好きで、ダラダラしながらずっと食べてたい。ポテチとかと同じ感覚なんですけど、自分でも作って食べたいなと思って、今回は海苔天を作りました。おつまみで言うと、アジの開きのみりん干しとかめちゃくちゃ好きで、私はお酒飲まないんですけど、ああいうのすごいいい当てになるんじゃないかなって思います。次に海苔天の衣を作っていきます。後で海苔の片面だけに衣をつけて揚げていきます。皆さんはもう今年初かき氷食べましたか？私はつい最近食べました。もともと予定のあった場所の近くで美味しいかき氷屋さんないかなと思って探してたら、インスタで美味しそうなところを見つけて行ったんですけど、その日すごくハプニングが重なって楽しい一日だったので紹介したいと思います。その前に料理に戻って、いよいよ海苔を揚げ焼きしていきます。少し多めの油を温めて、箸に衣をつけて少し泡が出てきたら入れていきます。衣の入ってるボウルに海苔を入れて、片面だけ衣をつけていきます。衣がついた方を下にして油の中に入れていきます。衣から海苔を引き上げるときに海苔が重なっちゃう感じがすると思うんですけど、油に入れると海苔が広がってくれてしっかり四角い形に戻るので、心配せず衣をつけちゃってください。揚げていくと海苔の表面が柔らかかったのがカリカリに感じるようになるので、そのタイミングでひっくり返します。ひっくり返したら様子を見て引き上げちゃって大丈夫です。かき氷の日の話に戻ります。すごい人が並んでて、結局1時間ぐらい並んだんですけど、前の人が入って次だってなってる時に、多分レジが故障しちゃったのかうまくいかない感じっぽくって、そのかき氷屋さんは前払い制だったので、お店の外で自分たちの直前で結構待って、こんだけ待ったら相当美味しく感じるんだろうなと思って、やっと入って注文して待ってたんですよ。それで店員さんがかき氷を持ってきてテーブルに置こうとした瞬間に、かき氷がなだれ落ちて、よく見る南極の氷とかがわーって落ちちゃう、ああいう感じにさーって滑り落ちて、でまた作り直して持ってきてくれて、サービスでクリームをもらいました。あと衝撃だったのが、かき氷が一つ2500円だったんです。結構高くないですか？私もうめっちゃびっくりして、どんだけ美味しいかき氷なんだろうと思って、すごい美味しかったです。私はピスタチオとイチゴのピスタチゴっていう種類があったんですけど、それを頼んですっごく美味しかったです。それは2100円だったかな。でも高いですよねでもすっごい美味しかったし、言ってしまえばちょい不幸みたいな感じなんですけど、それもまたそういう日もあっていいかなと思えるような感じでした。店員さんが持ってきた時にこぼれちゃったのが面白すぎて、なんか雑に置いてたとか何かにぶつかったとかいうこともなく、さーって滑り落ちちゃったので、こういうのってやっちゃった側はやべえって結構血の気が引くけど、見てる側は面白い時もありますよね。かき氷屋にいる小一時間思い出しては笑ってました。でも本当は別に行きたいかき氷屋さんがあったんですけど、予約制ですごい人気で、その日は枠がなくて断念しました。この時期のかき氷屋さんは本当に大人気ですね。おすすめのかき氷屋さんあればぜひ教えてください。
旅行先とか普段行けないような場所の美味しいかき氷屋さんとか行ってみたいですね。そんなこんなで海苔が揚げ終わりました。見た目は地味だけどすごいカリカリで美味しそうです。次にタレを作っていきます。タレといっても醤油と砂糖を混ぜただけなので、みたらしっぽいすごくシンプルな味付けです。塩を振って食べるのもすごく美味しいんですけど、今回は少し甘じょっぱい感じにしてみました。ささっと海苔につけていきます。あんまり長い時間つけてるとせっかく揚げてカリカリになった海苔がしんなりしてきちゃうので難しいんですけど、ささっとなるべくささっとつけてお皿に揚げていきます。実際少し時間を置いちゃうと海苔がふにゃふにゃになってきちゃうので、時間を空けてもう一回食べるときはフライパンでから焼きするのがいいかなと思います。そうするとカリカリに戻るし、焦がし醤油みたいな味になるので、それはそれで美味しいかなと思います。なるべく海苔がカリカリの状態に維持できるように、揚げ焼きの段階で表面がしっかりカリカリになってるかを確認してから油から引き上げた方がいいかなと思いました。これでカリカリおつまみ海苔天の完成です。完成しました。海苔なのですごい見た目は地味なんですけど、味と食感は間違いなく美味しいので、地味だけど立派なおつまみなんじゃないかなと思います。さっきもあったんですけど、もししなしなになっちゃったらフライパンでから焼きすると少しパリパリに戻るので、時間が経ってから食べるようであればそれも一つの方法かなと思います。ぜひ作ってみてください。今回は夏らしいお祭りのエプロンを着てみました。屋台の食べ物とか花火とか淡い感じの色合いで可愛く描かれています。屋台のご飯って普段ならそんなに惹かれないものもなんか美味しそうに感じますよね。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回もまた見てね。バイバーイ。